ちは。こんにちは。さきちゃんです。はるちゃんです。今日はあるところに向かっています。はい、こんにちは。今日は兄弟で、私たちの常連お店ラピステラスに来ました。イエイハルトめっちゃ速くない？さっきめっちゃ最近ずっとやってる、ね、いやめっちゃかっこよくなってる、ね、ハイトーンの方が絶対ハイトーンの方がいい。マジでいい、うん、マジでいい。さっきは今日トリートメントしに来ました。いいねいいね。でも、うん、なんかやっぱりいいか、ずっとラピスのシャンプー使ってるんですけど、うん、やばいです。やばいよね、あれやっぱやばい。マジやばいです。ずっと使ってます。ハウスももらったもんね。最高最高。今日はトリートメント何しよう。いつも何してるか分かんない。何やってるんだろう。この間カクテルした、うん、トネルカクテルした。トネルカクテルじゃこれなしで、うん、カクテルは結構サラサラしてる感じで、うん、カビアがシックで、スイスはカミストカイズ。スイスをしようかな、うん、確かに。ちょっと傷んでるからカミストカイズでもいいかも。カミストカイズをちょっと説明しながらやってて、うん、あとエクもついてるからスクラブシャンプーやろうかな。はい、エクついてる人はスクラブやった方がいいかな。スクラブもいきます。準備してきます。はい、ハルト君は何するんですか今日。これはちょっと色落ちしちゃったからちょっとカラーになる。あ、ハルト君の担当のあそういるんですよね。いるんですよ一応前に。はい、見て、紫色。すごい。え、なんで？うん、え、何をしてんの？カラーしてんの？そう、カラー。ね、そんなさ、上がれないの？はい、お願いします。これやったことある？はい。ないんだ。ないんだ、ハルトは。で、ハルトはカラー、今何してるの？カラーして、一回全部綺麗な色にしてから、先だけ。え、あれから変えることある？え、でもさ、なんか下にさ、色入れる。それはこれも温めた。あ、これ温めやん。なんかすごいね、この振りが。いや、そのさ、なんかさっきより流行ってる。すごいね。4ぐらい。やばすぎます。1日ぐらい。やばんだ。イベント前はやっぱり大事じゃん。あ、確かに。めったにないイベントだ。そう。ちょっと見てください。やばくない？やばいよね。さっきの髪の毛こんなにトゥルントゥルン。え、やばいから。え、次元ですか？やばくない？ちょっとやばい。馴染み度もやばいし、さっき見てくせですよこれ。それなえぐいからマジで。本気を。あー、おどおど。やばいやばいやばい、光やばい。しかもこれ今アイロンを全部割った状態です。はい、ディズニーストレートでいきたいぞみたいな感じですか。はいはい、はい、その時にやるアフターケア、なんていうの、このやるやつ。うん、これでマジでヤバいことが起きてるよね。これで、ライン触ってください。あ、え、なんか違くない？なんかさ、うん、なんだろう、あ、散るんだわ。なんか散る、なんかテロンみたいな、うん、なんかなんだろうね。もうなんかリジュラン。リジュランやった、うん、リジュラン。リジュラン来ました。リジュラン。髪の毛でやっぱオーラ変わりますね。確かに。やばくないかな。やばい。え、やばい。これ振り返るわ。歩いてたら。そう。こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い。うん、マジ可愛い。お疲れ様です。ありがとうございました。本当に恋愛するの人気で。何ですか？めちゃくちゃ逃げる。ミキになりたいんだもん。じゃあ今からTikTokタイムです。うん、俺も。あれじゃあ、ありがとうございました。あの代わりに、あ、ハルトが博多で、え、つまらない、もう、いやいや、みんなでやった、ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。よかったね、渡せて。よかった、やっと渡せ。ずっと渡したかったって、なんかそうそうそう、すごかった。はい、良かったですね。うん、通りも私にってようなもんだもんね。ど
どういうこと？あれ、鳥も渡したんだよ。私、渡したくて行った。ああ、そういうことね。それもある。ずっとそうそうしてたもん。いつもね、お世話になってるから。でも、ハルトって偉くない？だってわざわざさ、美容師さんにお土産買ったってことでしょ。そうだよ、そうだよ。偉すぎ。さっきも見習いたいと思います。え？ん？なんてさ、見習います。帰ってきました。意味わかんないんだけど、なんで帰ってきたのか。どっかでご飯食べようってなったんだけど、ちょっと普通に渋谷人多すぎて嫌だったんで、家で運搬しました。すいません、今日の動画意味わかんねえよ。本当に意味わかんないんだけど、でも質問答えたかったからさ、さすがに。俺はね、焼肉とかいいなって言ったんだよ。焼肉でもさ、やっぱ秘密の話できないじゃん。だから家でウーバーしました。こんな YouTuber いないぞ。うまっ。病院要素ないし、ここ。ふざけんなよ、マジで。いただきます。海外の尊敬するところ。俺は、あれかな。一人で TikTok 撮影できてる。俺できない、一人で。それは思うね。マジで、誰かがいてくれないと。誰かが撮れないよとか言わないと撮んないもんね。それもそうだし、自分で OK 出せない。何も決められないってこと？それはマジでこいつ、キモいところ。本当に、店員とかにも言えないの。それは違う。いや、そういうんじゃないんだけどね。とか、例えば、服見に行くじゃん。ちょっとこれどっちがいいかなって、ママに写真送ったりするの。本当にキモいんですよ。だって変なの買ってって。本当にめめしい。言われるのやだもん。いいじゃん、別に。服も、勝手に服頼んでママに、何これって言われるけど、こんなの着てるの。こいつめめしいんだよ。怯えすぎ。さっきとママの意見に。私が尊敬するところは、友達が多いところです。うん。なんか、そりゃ。でも、さっきと一緒にいるときに、ハルトがコミュ力高いって感じたことないのね。なんか、店員さんとも喋れないし、決められないし、自分で。なんか、友達が多いってことはさ、思いやりがあるのか。うん。友達多くないから、そのコミュ力だけは欲しいですね。今日も友達になったんですけど、なんでハルトは友達多いのにお前はいないんだろうねって言われた。ふん。一緒にお風呂入ったことある？あ、はい。ついこの前ね。ついこの前じゃない。あるかな、写真。めっちゃキモいや。出てきたの、この間めっちゃキモい写真が。マジで見てほしい。一緒にお風呂入ってるシーン出せないだろ。なんで一緒にお風呂入ってるシーンをさ、撮ってんの？え、なんで消したのかな、キモすぎて。は？ 10 年前ぐらいなんですけど、私たちが小2ぐらいの時に入ってる写真が出てきました。なんか竹？冬至の日で、なんか、竹みたいな、草みたいな入れてお風呂一緒に入ってる写真が出てきた。なんかでもまあ今はさすがにないです。入れるもないです。でも昨日なんか入るみたいな通過してたんだけど、そのまま先に行っちゃった。入れなかったですね。やめてください。行っちゃうよね、これに。ってあんまりやめて、マジで。本当にみんな信じるからさ。やなんだよ。喧嘩の頻度週3ぐらい。週3だね。でも減った方じゃない？うん。一時期毎日3回ぐらい喧嘩するじゃん。最近落ち着いたよね。うん。俺も高校生やったからね。あとも、もう許そうと思って。ちょっと広く、心広くしようみたいな。うん。思って、ただ、まあ大人になったのかな、お互い。兄弟って良かったと思う瞬間。私は、まず走れる。なんかね、本当に些細なことで走れるのよ。やっぱ、お姉ちゃんが上っていうのを、幼い頃から教えとくと、ママに何々って聞いてきて、とか、水持ってきてとか、些細なことで走れる。車の免許だったら絶対に送り迎え絶対します。そうですね。まあ俺はいいと思ったところが、まあ、よく新車できるかな。だから、俺、サインを来たことなくね。サインが勝手に来てるだけじゃないもんね。俺来てないわ。たまに着るときあるからね。え、怖っ。あとはね、アイコギの貸し借りとかあったね。あとなんか、文房具の貸し借り。あの、学校での貸し借りが多かった。それでかい。まあ、年が近いからっていうのもある。うん。いや、最終質問にしますか。遺伝子違う、違うやろ。遺伝子違うやろ。どっち？遺伝子違うやろってどういうこと？どういうこと？かわいすぎて、こいつと顔が全然違うってこと？違うでしょ。お父さんお母さん、え？の顔から絶対この二人生まれてこないでしょ。怖い、待って、怖いんだけど。怖っ。なんでそれ怖っ。多分、ママとパパに言ってんじゃない？ママとパパ。裏の人？うん、多分顔してると思う、パパママの。怖い。確かに思ったことあるわ。あの、本当に怖くないです。あの、やめてください。マジでさ、本当にありえない。マジで、本当にこれは全員否定したいんだけど、怖いから。
なんかやめて。お前も否定して。お前そう思われていいの？やだ。本当にやめてほしいです。マジで。もう刺さすってこれ。うん。行儀悪いって言われてもね。刺します。皆さん質問ありがとうございました。ありがとうございました。何の動画って感じですけど。マジで質問コーナーみたいな。今日は美容デーっていうことで、あと焼き鳥を食べてヘルシーで。わかんないヘルシーかも。でも褒めたわけじゃないか。確かに。はい。ということで二人でね、久しぶりじゃない？うん。楽しみですね。ね、どうなんだろう。その時って密着通るのかな？通るよ。あ、通るの。うん。そこの皆さんも楽しみにしててください。はい。楽しみにしてください。はい。それではバイバーイ。バイバーイ。お先に失礼します。ハロー、よろしくします。